フィリピンワシは、長江高,高木高かフィリピンワシ属に分類される、鳥類。本種のみでフィリピンワシ属を構成する、別名サルクイワシ。フィリピン全長86から102センチメートル。翌蝶57から61センチメートル。翼海蝶188センチメートル。お腹42から45センチメートル。体重4.7から8キログラム。 全長及び翼の面積は現在生存している、和紙の中で最大である。頭頂の羽毛が伸長する。仮面は白い。尾葉は農家主食。くちばしは大型で、色彩は黒い。幼鳥は、背や翼の羽毛の外縁が白い。標高1800メートル以下の斜面にある、双葉が切るイカらなる一字林に生息するが、樹幹が発達した二字林で見られることもある。みんだなおでは、 主に、フィリピンヒヨケザルを食べる。パームシベット族パラトックスユリス、コウモリ類、サル類、鳥類、オオトカゲ類やヘビ類といった、爬虫類なども食べる。繁殖様式は乱生。ミンダナオ島では9の12月に餌草する。高木の木の枝に直径150センチメートル以上の巣を作り、1個の卵を産む。産卵期は10から12月。 放卵期間は約60日。主にメスが放卵する。ヒナは孵化してから23から24週間で巣立つが、親鳥は巣立ちしてから1年あるいは1年以上はヒナの世話をする。森林伐採による生息地の破壊、食用や飼育、展示用の乱獲などにより生息数は激減している。1975年のワシントン条約発行時から、 ワシントン条約付属書愛に掲載されている。フィリピンでは財団により、調査や飼育か繁殖、啓蒙活動などの保護策が進められている。飼育個体を再導入する試みは進められている。ものの、2004年に放丁された個体は9ヶ月後に、関連死してしまい、2008年に放丁された個体は、4ヶ月後に漁師によって殺されてしまっている。2003年の報告では、 ミンダのおとでの生息数は82から223ペアと推定されている。日本では2020年の時点でピテコファがイエフェリーとして特定動物に指定され、2019年6月には愛玩目的での飼育が禁止された。ありがとうございます。